誰もが心震える奇跡の歌声を求めて、ソロボーカリストコンテスト、シングシングシング、今夜二次予選の幕が開く。アカペラ独唱で行われた一次予選、挑戦者97名のうち勝ち抜いたのはわずか27名。そんなえりすぐられた実力ある挑戦者たちが全国から集結。緊張感に包まれるスタジオ。二次予選を前に挑戦者たちに重大なルールが発表される。本日の二次予選通過できるのは、ここにいらっしゃる27名のうち10名となります。次のステージに進めるのはわずか10名。その審査方法は、番組が用意した50曲の中から歌いたい1曲を挑戦者自らが選び、ピアノもしくはアコースティックギター、どちらかの伴奏を選択して歌う。舞台として用意されたのはライバルの目の前で歌うプレッシャーのかかるステージ。審査員は日本を代表する音楽家、一次予選を見届けた5名に加え、元ジャニーズ事務所所属のアイドルという異色の経歴を持ち、中島みゆきなど多くのアーティストを支えるベーシスト松原秀樹が初参加。本物だけが勝ち残る歌のサバイバルが始まる。すべての歌唱終了後、別室へ移動し審議を開始。安定するがゆえに、その感情表現とかどうなったら、うますぎてね、あんまりね、伝わってこなかったんですよ、実は。歌うのがすごい好きだっていうのは伝わるんだけど、なんかね、わかります、ね、テクニックがバッチリ、テクニックがバッチリ、ね、難しいですね。幾多の歌声を聞いてきた審査員たち、その感性でボーカリストにふさわしい歌声を選び出した。今10名決まりましたが、これで皆さんよろしいでしょうか。いいと思います。よろしいですか。はい、はい、こうして通過者10名が決定。一体誰が選ばれたのか。さあ、本間さん、いよいよ二次予選が始まろうとしています。はい、今のお気持ちをお願いします。今日マイクを通した声っていうことを基準に考えてますので、どのように響いていくか、そしてどういうのようにこう演奏に対して乗れていけてるか、気持ちの持ってき方はそこに集中する感じでお願いします。それでは早速参りましょう。